あの日、私が目覚め、マスターと出会ったあの日から、どれくらいの時が過ぎたでしょう。すべてをグロッケンに奪われて、たった一人、マスターと出会っていなければ、私はきっと、あなたが私を見つけてくれたから、そして、認めてくれたから、私はここにいられる。私の力は特別。この力があれば、何だってできる。グロッケンを滅ぼすことだって。そうですよね、マスター。だからマスター、私が務めを果たせたら、喜んでくださいね。私はもっと特別になりたいんです。急ぐわよ。早くグロッケンに戻ってみんなと合流しないと。はい、はい、どうもこんにちは、クイグルです。冒頭いきなりストーリーから始まりましたが、今ね、ダウンロードコンテンツ3の漢字が読めないやつをやってます。お、いきなりそう、GGO の危機、そうそう、リエーブルに、なんかこう、破壊されようとしてんだよな、今な。よかった、無事だったのか。こいつら本物だな。覚えてるみんなストーリー。俺はね、あんまり覚えてないよ。だってもう3ヶ月ぐらい待ちなかったっけ。ああ、ユイからも聞いたと思うけど、エネミーアバシスが大量に出現してる。あいつらがいる限り、プレイヤーはまともに身動きが取れないぞ。リエーブルは本気でグロッケンを滅ぼす気みたいね。リエーブルってあのアバシスが原因なのか。そうか、キリトたちはそれ知らねえんだ。そうなのです、あのアバシスは。待て、何か来るぞ。え、なんでお前が来た。あ、コピーってことか。どうやらゆっくり話してる暇はないみたいだな。そうですね、詳しい話はあいつを倒してから。待って、他のプレイヤーが。まさかアリスとユージは。うわー、かっけー、鳥肌立っちゃった。あれ、キリト喋ってる。いやー、なんか新鮮だよ、めちゃくちゃ新鮮だよ。あ、そうかそうか、キリトのこともさすがに知ってるか。そりゃそうだよな。お前がどうしてここに。あ、お互い知ってんだ。ユージはアリス、どうして元の世界に帰ったんじゃないのか。ホローリアリゼーションの続きみたいな感じか。そういう感じ。お知り合いですか。お知り合いだな。ああ、前にちょっと。いや、これから10月からアニメ放送するからよろしくな。キリト、エネミーが。そうだったな、説明は後だ。まずはあいつを倒そう。僕らも加勢するよ、キリト。ああ、助かる。いや、もう加勢する気満々だよね、衣装が。でもどうやって戦えば。あれ、本当だ、剣がなくなってる。まさか、もしかして2人ともあの後元の世界には戻れずにそのまま GGO に迷い込んだってことか。つまりコンバートしたてのニュービーってこと。ならあいつとは戦わない方がいい。そうだな、ここは俺たちだけで戦おう。いや、でもこの二人さ、なんかオリジナルソードスキル持ってるらしいじゃん。いやー、使いたいね。てか添い寝がしたい、早くアリスと。とりあえずさ、アリスを一番最初にやる。で、ユージョかな。見てください。さあ、どこにいる。闇風さんはいなくね。お、ぶつけられた、なんか。ああ、え、いつき。あ、クレハとかもいるわ。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。ついてくんな、お前。へえ、その武器はそうやって使うんだね。まあ倒したよ、うん、倒したよ。すげえ難しかったけどね。剣とは随分勝手が違いますね。ってことは2人は剣で戦うゲームから移ってきたんだね。ああ、まさかまた GGO で会えるとは思わなかったけどな。私たちも驚きました。元の世界に戻れるとばかり思っていたのに。そうだね。でもここにもキリトがいてくれてよかった。これは感動の再会というやつなのでしょうか。うん、古い付き合いなのかもね。でもちょっと不思議ね、
GGO が銃撃戦のゲームって知らないでコンバートしたの？お前、厄介が来たと 思ってんだろ絶対。よかった、みんな無事だったのね。キリト君、お迎えご苦労様。無事でよかったよ。おや、そっちの人たちは？俺の友達なんだ。まだコンバートしてきたばっかりなんだけど。あら、どっちもキリト君みたいに可愛いわね。そう、うん、そうなのかな。かわ、まあ、アリスは可愛いかもな。はじめまして、僕はユージオ、キリトの友達です。私の名はアリス、アリスシンセシスサーティです。どうやらここは戦場のようですね。何か私たちにできることは？へえ、二人とも真面目そうだ。でも戦場だなんて大げさなものじゃないよ。よくあるちょっとした異常事態ってやつさ。高レベルなエネミーアファシスが大量発生していてね、実力がない人間は町から出ることもできなくなってるらしい。十分異常事態なのです。それもこれも全部リエーブルというアファシスのせいなのです。リエーブル？一体どういうこと？実はカクカクシカジカチョメチョメっつーな。まあ説明してくれたらみんなも一緒にね、わかる。あ、一旦町に戻る感じか。以上が私たちが聞いたアファシスタイプ Z リエーブルの計画です。まあなんとなくだけど重要点は俺覚えてるよ。リエーブル、でもそう、最初のムービーあったじゃん、そのマスターが誰かだよね。つまりそのリエーブルとかいうアファシスのそっくりさんは SBC グロッケンを滅ぼそうとしているという設定なんだね。まあ設定だね。確かにノーコンバットゾーンが消失すれば SBC グロッケンは拠点として機能できないでしょうね。拠点として機能しないというのが町を滅ぼすのと同じ意味になるってこと？みんなが安心できる場所がなくなっちゃうってことだと思う。この世界の全てが戦場になってしまうの。そんな。ねえキリト、何か僕たちにできることはない？そうだな、ユイ、現状について分かったことはあるか？はい、パパ。エネミーアファシスが特に多い場所には共通点があります。マップと比較したところ、エネミーアファシスの出現場所はノーコンバットゾーン展開装置の周辺に集中しているようです。つまりクレハの情報通り、あいつらはその装置を狙ってるってわけか。ノーコンバットゾーンの展開装置はいくつもあるって聞きました。私たちだけじゃ守りきれないのです。その点はご安心を。フィールドに出ているプレイヤーたちがすでにエネミーアファシスと交戦しています。ただ戦況はあまり芳しくないようですね。皆さんちょっと変わった突発イベントだと認識していて、あまり本気ではないようです。なんかガチでアファシスと大戦争みたいになってんな。負けイベントだという噂もあるみたいで。いやいや、それはやばいだろ。様子見してる奴らも多そうだな。このまま手をこまねいていたら装置を全部破壊されるのも時間の問題ね。そんなに大げさなこととは思えないけどな。ねえ、そのリエーブルってアファシスもエネミーアファシスの大量発生も GGO の中に組み込まれていたものなのよね。ということはちゃんと攻略方法のあるイベントだってことでしょう。おー、いいとこ目つけたな。それにしてはさっき聞いたエネミーアファシスのレベル高すぎないかしら。高レベルプレイヤー向けのイベントだとしても、それでも。そうなのよね。それに失敗した場合の影響範囲が広すぎるのも気になるわ。下手したらプレイヤー全員宿なしよ。想定よりも早い段階でイベントフラグが立ってしまったとかじゃないか。イベントフラグ？そんなの何かありましたっけ？中心になっているのはリエーブルだと思いますけど。リエーブルにはマスターがいそれなんだよ。リエーブルは眠っている間にって言ってた。マスターがいるん。そうか。だとしたらマスターがリエーブルを目覚めさせたのがフラグだったんじゃないか。君みたいに。え、俺？まあ、そのマスターは高難易度のダンジョンか何かを攻略して、運営が予定していたよりもはるかに早くリエーブルを起こしてしまったとかさ。チーターってこと？チートが使えなきゃそんなに早くいけないっしょ。
GGO での強さはレベルだけじゃなくて、ああプレイヤースキルにも依存する。そうかそうかそうか。ずば抜けたスキルを持ったプレイヤーであればありえない話じゃないわね。全ての敵の弱点を一発で貫いていくプレイヤーっているわけだよな。ずば抜けたプレイヤースキル、死ぬの？ああ、なんでもないわ、続けて。とりあえずエネミーアファシスを操ってるのはリエーブルで、その黒幕は多分リエーブルのマスターってことですよね。そのどちらかを止めればイベントは終了する。リエーブルもタイプ Z とはいえアファシスなのよね。なら止める方法はあるかもしれない。ゼリスカ、本当ですか？ちょっとした賭けだけれど、ユイちゃん、リエーブルの目撃情報はあるかしら？最新の目撃情報はリエーブルさんと思われるアファシスがダンジョンに入っていったというものですね。またダンジョン行くのか。俺レベル足りねえんだよね、純粋に。このタイミングでわざわざダンジョン、どういうことだ？なんか装置が眠ってんじゃねえの？また巨大化すんじゃねえの、ボスだから。嫌な予感がするね。嫌な予感しかねえよ。そうね、でもリエーブルを止めるには彼女と直接会わなくちゃ。わかった、じゃあそっちがリエーブルと会っている間は俺たちが時間を稼ぐよ。ありがとう。あなたとレイちゃんは私と一緒に来てくれる？喜んで。じゃあ私はちょっと知り合いを当たってきます。知り合い？直接話せばもっと人手を増やせると思うから。仲間？そうだね、他のプレイヤーにも協力してもらおう。うん、みんな強い人ばっかりだからね、戦力が揃えばそう簡単に負けるはずないわ。クレハちゃんは GGO が好きなのね。当たり前じゃないですか。よーし、私も燃えてきちゃった。防衛戦頑張ろうね。そうね、私も知り合いに連絡入れてみるわ。セリスカ、アリスとユージオも一緒に連れて行ってくれるか？そうきたか。二人はまだ不慣れだろうからいきなり最前線ってわけにはいかないけど、とても強い戦士だ、きっと君たちの力になる。お前？うん、キリト、任せて。わかった、私がお前たちを守ろう。でも大丈夫？こちらのルートも安全とは言えないわよ。あなたたちニュービーって聞いたけれど。大丈夫です、さっきの戦いを見て基本は覚えたから。天才だなおい。ええ、何よりも騎士として力を持つ者として民を守るために行動することは私の義務です。ええ、そうね、やる気のあるのはいいことだわ。なんかちょっと世界観違えなって今セリスさん思ってるでしょ。ねえ、あの子たちかなり気合の入ったロールプレイするのね。これどう説明したらいいんだ。うん、気にしないで、個性的でしょ。そうね、個性よね、個性。まあ俺が知ってるのはおかしいんだけどね、この段階で。それじゃあ俺たちは行くよ、また後で。いつき、あなたはどうするの？正直気乗りはしないね。さっきも言ったけどそんなに必死になることとは思えない。なぜなのですか？だって大変なことになっちゃうんですよ。確かにノーコンバットゾーンは必要だろう。でも装置が破壊されたところで大した被害が起きるとは思えない。仮にゲームバランスが崩壊したとしても運営がデータを巻き戻すさ。確かにそうかもしれないわね。だろ、誰にだって予想がつくことだ。 GGO はただのゲームだ、こんなごっこ遊びにそこまで本気にはなれないね。あなたが思うほど過去を巻き戻すということは簡単じゃないのよ、いつき。セリスカさんが言うと重みがあるね。どういうことだ？運営はデータを操れてもプレイヤーの記憶まで操れるわけじゃない。大規模な巻き戻しとなれば復旧までに時間もかかる。何よりここで敗北すればその記憶はずっとついて回る。ゲームをやめるプレイヤーも出るでしょう。親しい人が一人いなくなれば残されたプレイヤーにとってGGO は全く別のゲームになってしまうわ。すげえ申し訳ねえけど俺のキャラのアングルが半端ねえなこれ。ほんの少しのズレが誰かの居場所を変えてしまう、うん、この世界は
そういう均衡の上に成り立ってるのよ。これ完全にイツキもの刺さってるんじゃない？まさにそれだよね、おそらくイツキは。居場所か。協力してほしい。俺の頼みなら聞かねえことねえだろ。君たちの言いたいことは分かったよ。だけど、いや、やっぱりやめておくよ。すまないね。マジか。さあ、私たちも行きましょう。ということで、このメンツ…いいかしら。あ、はい、何でしょうか。ごめんなさい、時間がないから手短に説明する。さっき話した通り、リエーブルに対抗する方法だけど、詳しい説明は省くけど、省きすぎだろ。彼女を止めるために必要な データチップ、うわ出た、またデータチップだよ。それもマシンタイプでできるだけ強いエネミーに組み込まれているデータチップがいいね。あなたならできるわ。狙いエネミーは私から指定させてもらう。半分ずつ背分けして倒しましょう。あー、半分だね、分かった。全部やだ、全部やだ、全部やだ。メリーはダメよ。とりあえず、要するにこれあれだよね、前回もなんかあったよね、こういうの集めてからじゃないとボスいけないみたいな。わ、そういう流れまたやる？それオールドサウスに徘徊するハイディングシーカー、地下迷宮。あー、いっぱいいるよこれ。まあ難易度簡単だからいいか。なんか、用って書いてあるよね。用って書いてあるわ。